こんにちは、ゴロゴロキッチンです。今日はキッチングッズを買いに行ってみようと思います。それからカフェとレストランがテラス営業を再開したので、お茶もできたらいいなと思ってます。じゃあ行ってみましょう。はい、トレドルリに着きました。ジェムって書いてある。よいしょ。あ、マスクをしないといけないと書いてありますね。かわいい、いろんなものがいろいろあります。これパステルカラーでかわいい。いくらかしら。あ、結構高かった。64ユーロ。これすごい、私がこの間作ったやつみたいで。あ、こういうのもいいね。オリーブのね。オリーブの木のやつは硬くていいね。あ、リネン、リネン、リネンかわいい。かわいいね。こういう色合いが結構いいかもしれない。これは、あ、でもこれは朝でいいかも。かわいい。難しいわね。こっちを見て考えよう。あ、これもかわいいよ。ジャルダンドマゲロ。かわいい。豆皿風味でかわいい。だから。グラスもね、グラスもいろいろある。これとか思いのほかなんか軽い、かわいいな。ちょっとフランスっぽい。8.10 ユーロでそんなに高くもない。かわいいこの皿。あ、これもジャズだ。でもな、こういうかわいいやつ結局も使わないんだよね。なんかこのプレゼンテーションもかわいいわ。カゴ好きとしては気になるところだ。あ、なんか書いてある。テーブルセットにもできるし、チーズプレートにもなる。あ、そしてキャセロールにもなる。すごい。オーブンにも入れられるんだ、これで。へえ。へえ、面白い。どうしようかな。どうしようかな。こっちの色の方がいいのかな。どうしよう。いろんな色がある。そして。悩む。どうしよう。困った。どう思いますかね。これとこれ、こっちの方が色が薄いから汚れが目立つのかもしれない。ピンクだとちょっと可愛すぎるのかもしれない。でもピンクはピンクで可愛いけど、こっちね。悩ましい。これとこれっていう手もあるかもしれない。ちょっとみんな同じ色じゃない感じ。これちょっと違うな。いや、この2つでいいな。この2つで、この2つを2つずつとかにしてたら4人違う色だけど可愛い的なことになるのかもしれない。あ、これかわいい。用事とか入れんのかしら。
うん、でも値段は高くない、39ユーロもする。はい、さよなら。あ、お箸がある。梅仕上げって、これ絶対日本、あ、これやっぱ日本製だ。蜜ろう仕上げ、あ、でもそんな高くない、11ユーロ。みかん、みかんの木ってこと。ほんとだ、マンダリンって書いてある。これ栗だ。へえ、へーへーへー、素敵。でもな、お箸は先端が尖ってるのが好きなのよね。これも京セラっていうか、ここは和のコーナーなんだ。セラミックグレーダー、元茂って書いてある。元茂、あ、こっちもだ。これハサミ焼きなんだ。へえ、やっぱりこういうの好きなのね、フランス人もね。うん、まあ、かわいいもんね。九州ティーポット、九州のティーポットなの。これガラスのストローだ、かわいい、ピンク。へえ、かわいい。ピネルもこういうのあった。なるほど、これも顔を折った。ふふ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 ふ、こういうのもあるといいかもしれん。ちっちゃくて。ハロー、ハロー、あっ、ジュペーパーか、久しぶりだ。はい、今日はいろいろ買っちゃいました。買い物が終わったのでカフェを探したいと思います。レストランはテーブルを外に出して営業してますね。なんかそういえば、パリの市長が歩道を全部こう開放してカフェ使っていいよということにしているっていう記事をそういえば見ました。まあ、それにしてももうすっかり人はいっぱいですね。レピュブリックの広場の近くに何かカフェがないかなと思うのですが、なんかあるかしら。でももう今日は暑いから日陰がいいんだけどな。日陰のカフェでも多分フランス人的には日向で日に日焼けをしたいのだ。ここはいいんじゃないかしら。あ、じじじじ、なんかお腹が空いてきた。なし、すごい、生ビール超久しぶり、嬉しすぎる。ということでいただきます。うん、あ、美味しい。行き帰る。ただいま、トラちゃん。よし、じゃあちょっと手を洗って着替えてきます。よし、じゃあ中身を開けていきます。お、グラスですね。柄のかわいいグラスです。これは2個買ったのでもう1個あります。よいしょ。でも2個同じものを買ったんですが、
で木作りなので、ちょっと一個ずつ柄の様子はみんな全部違うよっていうことだったので、しっかり柄が出ているものを2つ選びました。ということでこんな感じで2つです。かわいい。次はですね、ナプキンも買いました。よいしょ。このピンクのものと、それからベージュの色のと、2つのリネン素材のナプキンを買いました。ちなみに大きさはこのぐらいです。これは9ユーロでした。トレゾルリーのオリジナルブランドのようです。それからこの木のスプーンも買いました。これは2ユーロちょっとぐらいだったと思います。すごい軽くて便利そう。何に使うかはまだ決めてませんが、でも多分ドレッシングを作ったりとか、あと、ドレッシングに添えて置くのもいいかな、そんな感じで使おうと思います。で最後に、よいしょ、あとこのストロー、ガラスのストローを買いました。これ片方がちょっとピンク色で、片方は透明のストローになっていて、これだと、使い捨てじゃなくずっと使える。でもなんかどうやったらあるんだろう。そうだ、でも多分大丈夫という、4種類のものを買いました。これからいろいろ使っていこうと思います。はい、ということで今日はキッチングッズを買いに行ってきましたが、いかがでしたでしょうか。パリのカフェの様子も少し現状がお分かりになったかなと思います。で、またレシピを考えていったり、パリの様子を映していきたいなと思いますので、こういうものが見たい、それからこんなところがちょっとわからなかったなどご質問がありましたら、ぜひ YouTube のコメント欄に書き込んでいただければと思います。そしてもしこの動画が気に入っていただけましたら、ぜひ高評価の方と、それからチャンネル登録もお願いできればと思います。ではまた次回にお会いできたら嬉しいです。ゴロゴロキッチンでした。